て、アースバック工法という建築方法があります。いいですね、ボランティア。英語で書くとアースバック工法、地球袋工法。低コスト、ローテクニック、みんなで作るデザイン性がある。土の袋を積み上げて家を作っちゃうユニークな建築方法です。アースバックって何ですか？中東で1000年以上前から実践されてきた家作りの方法 で、土を中心にして作る建築の一つです。長いのをこうぐるぐる巻いて巻いて、土の袋に土を詰め、それをブロックの代わりに使うのが特徴です。中東の建築に詳しいイラン生まれの建築家ナダー・カリリ氏がその技術をまとめ発展させました。後にアメリカカリフォルニア州にアースバックを教える学校を作ります。アースバックは基本アーチ構造なのでドーム型やかまぼこ型の家が作られます。土のう袋の素材にはパーラップかポリプロピレンの袋が使われます。パーラップは長期間の湿気を受けると腐って破けてしまいます。それぞれに欠点があり、雨風や直射日光を避ける工夫が必要です。アースバック、土のうで作るアースバックは漆喰など何らかの素材で土のうを覆い仕上げられます。アースバックは木をほとんど使わず、どこにでもある土を材料に家を建てることができるため、世界中のどの土地でもアースバックハウスは建築可能です。 NASA でも月面基地の居住をアースバックで作ることが検討されています。作り方の基本は土のうを積んで叩きます。叩いたら鉄条網を2列に敷きます。そして鉄条網を引いたら土のうを積む。この繰り返しです。すごい。アース工房には以下のような長所があります。アースバックのバー、非常に安くできる。面白い。ビレッジ材料は土なのでどこにでもある。アップフィールド、枝豆が300円で売ってる。自分で建てることができる。加湿オレンジ、加湿ロン多いですね。人の数にもよりますが、おしゃれ、比較的早くできます。一ドームなら数人で、すごい、7日から15日ぐらいでできます。おしゃれですね。アーチ型、ドーム型で非常に地震に強いです。確かに。腐らない、半永久的に持つ。ここがこ中から、夏涼しく、ここ冬暖かいです。木を切ることもなく、また自然のものだけを活用でき、非常にエコであります。レイアウト、形状の自由度が高い、また自然と調和し美しいというのが特徴です。あ危ないですね。案内をしてくださった翔井さん、ありがとうございました。天井もあって、すごい。今やっております。静香さんにちょっとお話を聞いてもいいでしょうか。